ちは。法人口座がなかなか作れないとお悩みの新事業者の皆様。なんかね、東大元暮らしといいますか、ここが一番簡単だったです。申し込んで3日目か4日目にこれ来ましたね、今会員書き留めで。で、郵便局の方でも大した書類が必要なくって、定款のコピーでしょ、それから印鑑証明でしょ、で、登記簿謄本、この3つが主です。この3つがもうすでに会社を作った時に書類としてありますので、これのコピーを持っていくことと、あとはね、ご自身がここで会社をやろうかなっていうその物件の賃貸借契約書、大家さんと事業者さん、この法人の名前のね、この契約書を作ってハンコを押したのを持っていけばいいんで、まあ我が家の場合はですね、すでに、利用しているここの印鑑なんで取るのは簡単でしたからね、まあ、それでいいのかなと。現状ですね、ゆうちょ銀行っていう一番大きな国の裏付けのこのゆうちょ銀行が法人口座最もスムーズにできるんではないかなと思いました。だから法人口座でのお悩みの方ね、確かね、上限金額あるんですよ。確かね、年間1300万ぐらいまでしかお金のやり取りできなかったと思うんですけども、小規模事業者の方はゆうちょ銀行がいいのかなと思います。詳細はですね、郵便局に行って書類を持ってお確かめください。よかったですね、これが一番簡単でございます。